紅竹は、紅ベニタ紅竹チチタケ属の菌類。これらの種は、英語圏では、ミルキキャップスとして知られている。近年では、イエロードロップミルキキャップとして知られている。色は薄い鮭の実のような色。毒を持っており、奈良の木と共生する。この種を最初に定義したのは、スウェーデンの近代菌類学の祖である、エリアス・フリースである。 この種の名前となるクレゾーリアスのクロゾマイナスは古代、ギリシャ語で、金色の、を表しており、リアスは、吹き出すを意味している。英語圏での一般名には、イエローミルキキキャップ、イエロードロップミルキキキャップなどと呼ばれている。この傘は、直径3から8センチメートル程度であり、薄い酒色のような色をしている。荒れた縁や帯のように並んだ暗い模様がある。 はじめはまんじゅう型であるが、時間とともに、扁平型になり、最終的には浅い皿のような形状になっていく。普通は平面であるが、稀に端に、れっぺんのようなものが見られる。端の部分には、毛は生えていない。白く、もみ皮のような表面の柄を持っており、時々、柄の下部が薄く、ピンク色の平坦な状態になっている。柄は、 空洞で円筒であり株は若干膨らんでいる。ひだは死で性であり、ややピンクがかっている。シモンは乳白色であり、若干酒色をしている。これらは初期にはほとんど近い種である。肉は白く、味は辛い。しかし、自ら分泌する豊富な乳液によって色がついていく。この乳は最初は白いが10分から15分ほど空気に。 さらされているとキツネ色に近い色に変わっていく。多くの父竹族は色がよく似ている。しかし、多くの白い乳を分泌してキツネ色に変わっていく種は多いわけではない。しかしながら、北東アメリカの木材に見られるラクテリアスマキュラタイプスやラクテリアスクロシウスもこの特徴がある。また、ラクテリアスビネシルフィシェンズも北東アメリカで 局所的に見られることがある。これらの種はイギリスでは見つかっていない。若干似た、ラクテリアスデキピエンスという種がイギリスのチェックリストに載っているが、この種はキチチタケより小さくシでの木のそばに生える。キチチタケは夏から秋にかけて見ることができる。北半球で多く見られ、ヨーロッパ、北アメリカ、北アフリカなどに見られる。イギリスでは、 歌手と共生していることが多い。ロジャー・フィリップスとラメーソンによると、毒性ありとされ、マルセル・ボーンは、食用として記録している。いくつかの毒のある、父竹属は、食すると、主に胃腸などの消化器系に悪影響を与え、深刻な状況になることもある。分泌している乳液は、非常に辛い。リデル、ヘンリー・ジョージ&、ロバート・スコット、エグリーク。 イングリッシュ歴史コン、ユナイテッドキングダム、オックスフォードユニバーシティプレス、ISBN0 から19から91207から、4ABC、ラメーソン、ジーン・ルイス、パレス、ジーン。 マリエ、ザグレートエンサイクロペディアオブマッシュルームズ、コニマン、P49、ISBN3 から833112395ハット ABC ロジャーフィリップス、マッシュルームズ、パンマクミラン、ピアニッシモ、P25、ISBN0 から330442376、 デビッド・アローラ、マッシュルームズ・ディ・ミスティファイド、10スピードプレス、ISBN0 から898151694、ブリティッシュ・チェックリスト、ハット・トーマス・ラゾ、マッシュルームズ、ドーリング・キンダー3、ISBN0 から751310700、マルセル・ボン。 ザ・マッシュルームズ＆トードス・ツールズ、オブ・ブリテン＆ノース・ウエスタン、ヨーロッパ、ホダー＆ストーテン、isbn 例。三百四十三万九千九百三十五。x。ハット・ベンジャミン。ドニ・アール、マッシュルームズ、ポイズンズ＆パナシアズ、a。ハンドブック・フォー・ナチュラリスツ、ミコロジスツ＆フィジシャンズ、ニューヨーク。 W.H. Free Man Company ピアニッシモ、364から 65ISBN 0から716726009ありがとうございます